一応避難民ですよね。はい、なんでここからまっすぐ行かれるんですか。俺らはどうするんですか。ここにいるの。これだけの人数でもですよ。あ、ごめんなさい。いや、あの、いや、話を聞かせてください。すみません。そのつもりなかったです。いや、もう、本間の方が大事だと思いますけども。どちらから、そういう無視されたらどうするんですか、俺たちは。すごく傷つきました。すみません。あの、それ知らなかったと思うんですから、ね。いや、知らなかった。俺らここで待ってましたよ、総理さん。孫を抱えてね。はい、総理が来るって言うから待ってんのに、ここ通り過ぎられていったらどんな気持ちだか分かりますか。いや、本当にごめんなさい。あの、そんなつもりで、あの、取り切るつもりじゃなかったんです。すみません。信用できるものもね、なかなか信用できないですよね。どうですか、その、まあ、大変でしょうか。この40日経ってまだもう限界ですね。で、もうは来週の月曜日、ここのとこも出なきゃなんないし、うちがあんだもうちに帰りたいですよ。はい、あの、なんとかああいうちっちゃい子供がね、はい、安心できるように、はい、もうなんとか早くしてもらいたい。私たちは先がないからいいです。でもあの子たちはこれからなんです。やってますやってますって言うけど、本当に先が見えない不安をみんなここにいる人は抱えてやってるわけですよね。本当にあの内閣でね、あなたの子だなって言ってんなら、その人たちみんな連れてきてここで生活してみてください。どんな思いして生活してるか。みんな痩せながらね。だからもう本当に原発なんとか抑えてください。